初のカレンダー撮影、裏話明かす。2022年のグラビアデビュー以来、抜群のスタイルでグラビアアイドル界の頂点に上り詰めた吹雪純恵が、二つ折り壁掛けカレンダーブック、卓上タイプを発売。その発売記念イベントが16日、都内で行われた。初めてカレンダーを手にしたことについて、今日、初めて実際のカレンダーを手にしたんです。データでのカレンダーはずっと見ていたのですが、実際に見てみると、写真がとてもよくできていて、小さな写真集のようで、とてもいい仕上がりだと思いました、と笑顔を見せました。壁掛けカレンダーは、より妖艶な吹雪純恵。両方のカレンダーを見ていただくと、吹雪系の全体像がわかると思います、と説明した。それぞれのお気に入りのショットを聞かれると、私らしく満開だと思いました、と赤い水着姿の壁掛けを選んだ。今回、衣装もメイクも全て私がやりました。こんなに真っ赤な水着を着るのは初めてだったんですが、着てみたらインパクトがあって自分に似合っているなと思いました。ちょっと魅惑的な雰囲気も出ていますね、と紹介した。テーブルの上のお気に入りの写真には、人力車に乗っているカットを選んだそうです。公道で人力車に乗っていると、周りの人が不思議そうな顔をしていて、恥ずかしかったけど、純粋に楽しめました。彼女が私とデートしているような感覚になれると思います。撮影の苦労については、1月の中旬に川越で撮影をしました。ものすごく寒かったです。着物を着ているカットがあって、それは足袋を履けるからいいんですけど、その撮影の1時間後くらいに浴衣を着ている夏カットがあったんです。でも、この撮影の1時間後くらいに、サマーカットの浴衣姿になったんです。素足に下駄を履いての撮影だったので、かなり凍える撮影でした、と振り返った。カレンダーを飾る場所については、他のモデルさんも壁掛けカレンダーを出しているので、大げさなことは言いませんが、玄関など人の目につくところに置いてほしいです。卓上カレンダーであれば、トイレに置いてほしいですね。トイレって毎日行くじゃないですか。じっくり見る時間がなくても、すぐに見ることができる場所です。身近に飾っていただけたら嬉しいです。今後の目標を聞かれた吹雪さんは、グラドルになる前から憧れていた小池栄子さんのように、幅広い分野で活躍できる女優になりたいです、と答えた。グラビアでは、昨年、グラビアオブザイヤー2022のグランプリを受賞しましたので、2連覇を目指します。頑張ります、と意気込みを語った。最後までお読みいただき、ありがとうございました。